はい、本日はですねアークテリクスの人気アイテムをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで先日ですね視聴者さんにアンケートを取らせていただきました。アークテリクスで人気のアイテムというか買ってよかったアイテムって何ですかということでねアンケートこちら取らせていただいたんですけども、その時にいろいろお声いただきまして、僕の持ってる中でも確かにこの辺人気ですよねっていうのをね一緒に着用とかしながら見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに一番最初に言っておきましょう。パンツ全然人気ない、だからこれはもう除外します。はい、残念ということでね除外していきますが、そんなことでお伝えしていくんですけども、まずは何からいきましょうか。まずはダウン系からいきましょうか。これからね寒くなってくるのでダウン系からいこうかなと思うんですけども、一番最初ご紹介するのはこちら、ゾーンアトム AR フーディー。もうこれは名作中の名作でございます。アークテリクスといえば皆さんどっちかって言ったら、まあ後々紹介するんやけども、マウンテンパーカーがやっぱ人気なんですよ。アークテリクスでマウンテンパーカーちゃうのって言うんやけども、いやいや実は違うんですと。何個も買ってある人に聞くじゃないですか、アークテリクス何が一番いいですかって言ったら、だいたいこの辺りいきます。中綿のちょっと薄めのやつがいいっていう方が多くて、去年もねお話ししたんやけども、北海道とかの方とかもね一番使うの何って、北海道ってやっぱ寒いからやっぱごっついダウン着るんかなと思ってたんやけども、こういうね比較的ちょっと薄めのねダウンジャケットをよく着てるっていうことで、これは中綿なんで、中綿とダウンって何が違うのっていうと、まあ、ダウンは天然のもの、天然の水鳥で、中綿っていうのは人工で作ったダウン、だから天然か人工かの違いなんやけども、これはまあ人工の方やから洗えるんですよ、やからより使いやすいんですよね。そして薄着やから車の運転とかもめちゃくちゃ楽にできるし、ごっついダウンジャケット着とったらこんなもん車の運転できへんでよって、これどないしますかいうことやと思うんですけども、まあ、薄めやからこう着膨れもせえへんし、さっと着れるし、で室内でもあったかいで、外にパッて出て車乗るまでやったらこれで全然 OK ということなんで、意外とアトムやる風に人気ですよねということでね、あんまり今回の表では人気なかったんやけども、あのダウンとか中綿系はね、やけどまあこれはね、まあ、持ってて損のない一着なんやろうなということで、まずはアトム AR フーディーということで、 LT ではございませんよ、 AR ね。そして本格的なダウンっていうと、これ去年ねものすごい売れて完売したらしいです。だからもし欲しい方がいらっしゃって今年も出るようであれば、あの早めに見られた方がいいと思うんですけども、お値段そこそこするんですよ。サーミパーカーというねダウンジャケットで、外は結構シンプルな感じになってるから、このスーツとか綺麗めな感じで合わせるやつだけど、中にしっかりダウンが入れられてたんやったと思います。確かダウンやったかな、これも中人工のあたりやったかな、ちょっとどっちか忘れたんやけども、そういう風に入れられてる商品になっておりますので、あったかいですよということでね、そんなことダウンでした、よかったです、ダウンで、入ってるということなんですが、着てみるとこんな感じですね。さっきのアトム AR は M サイズで、これも M サイズやったと思います。そうですね、これも M サイズですね。まあ、こんな感じで結構着丈長めなんで、ちょっとこう綺麗めなシーンとかでもいいやろうし、こう腰から風も入ってこへんかったりするんで、これねほんま9万なんぼするけども、ほんま売り切れるのってね、まあ確かにあのスペックがお好きな方とかは分かるなと思うのが、これねこれナクコモダマルゴアテックスを採用してるんですよ。やから防水になってるんでね、全然天候気にせずパッて羽織れるっていうところで使いやすいですし、こう内側にダウンが着てるから着膨れしづらいんですよね。まあ、なので多分この辺も人気はあるんやけども、全体的な人気としてはないけども、アークテリクスでダウン買うって言ったら真っ先にこの辺上がってくるんですよ。だから欲しい方はとにかく早め、そんなもんねボーっとしとってね、12月ぐらいね、タクゾーさんちょっとすいませんサーミパーカー買いたいんやけどもどこに売ってるか分かりますかって DM 来ても僕知りませんよ。もうこの9月の段階でも早買いなさいって言ってるから早買ってくださいね。はい、欲しい方だけでいいんで、はい、ということで、次行きたいなと思いますが、次はまあ人気のマウンテンパーカー行く前に、第2位に人気あったこちらのバッグ系行きたいなと思います。でバッグもねアークテリクス名品多いんですよ。だからもうサクサクと紹介していくんやけど、その中でも特にあんまり人気のないこちらアロー8というのがねあります。8リットルっていう、まあ、絶妙な大きさ、逆に言うと絶妙に使わへん大きさでもあるんですけどもね、そういったサイズ感があってですね、これも一応まあ防水の素材は使われてるんですけども、これの兄弟分みたいなのがいてるんですよ。でこの兄弟分が何なのっていうと、このリュックバージョンもあるんですね。このリュックバージョンも同じく防水の生地が採用されております。全部じゃないんですけどね、この表の部分だけ防水だから、このナイロンのところとかは全然防水じゃないから、ここは水入ってきますし、リュックも同様、ここは防水やねんけども、この横のところとかは全然防水じゃないので、全然水入ってくるんですけども、まあ、これはもう街中でめちゃくちゃ見ますけどもね、まあアローケはまあ人気ですよねっていうことと、ほんま最近というかな、特にここ数年もう爆発的に人気あるのがこれですね。
マンティス系列も人気なんですよ。でマンティス系列が人気っていうのはね、このボディバッグも人気やし、さらにこのリュックも人気なんやけども、どっちかというとボディバッグの方が人気です。こっちの方が、値段もね5000円ぐらいで買えるんですよ。でマンティスのこのリュックの方はもう今廃盤になっちゃって、おそらくセールとかで多分売ってると思うんですね。なので新しいバージョンはちょっと値段上がってる、2万600円とかぐらいで売ってるんやけど、もともとこれ1万9800円で1キュッパーやったんやけども、ちょっとね安なってるとは思います。もう在庫品に限りセールみたいなのもね、ありとあらゆるセレクトショップやってるのチラッと見ましたんで、もしあれば下のリンク載せておきますけども、そういったことでね、比較的安く買えるのがこのマンティス系なんですけども、まあ、はっきり言ってこのアローみたいに表だけ防水してどないすんのと、この横も防水せんかいと思う方はからしたらね、もうこれはどこも防水じゃない、だからもうそれ割り切ってるからね、あもうそれでええねんそれでええねん、でも別に防水とか求めてへんからもうそれでええねんっていう方はね、こういう感じでマンティスを行かれる方もね多いかなと思います。ただマンティスもねいろいろ言い出してややこしいんですよ。だからもうややこしいって知らなくてこんなんいっぱい出てきたりするんやけどもね、まあとにかく偽物が多いですので、まあ毎回このアークの動画では言うてるんやけども、とにかく偽物には気をつけてくださいと。某メルカリショップとか某ヤフーショップとかね、そのフリマサイトっていうかな、もうその辺はねもちろん本物の人もいてると思うけど、もう画像差し替えられたら分からへんから、もうちゃんと直営店で買いましょう、もうそれはね。で偽物やったらどういうデメリットがあるんかっていうと、まあ、まずは修理とか保証されないんですよ。アークテリクスの店舗に持ってってね、すんませんここちょっと破れたんで修理してもらえますかって言って渡したら、はいかしこまりましたって言ってね、工場に投げてくれて、工場がこれ直してくれて、でまた帰ってくるんですよ。でそういう修理をしてね、もう10年も20年も持っていけるんやけども、偽物の場合それができひんっていうのと、まあ修理とか俺どうでもええわって思ってる人からしてもね、生地が全部下なんですよ。ランクも1ランクも2ランクも下の生地使ってるから、はっきり言ってそれ買うぐらいやったらユニクロでバッグ買った方がクオリティ高いでって思うやついっぱいあるんやけども、見た目が変わらへんからね、見た目がそっくりやから、見た目さえ良ければいいっていう人はそれでいいやろうけども、まあ、そういう人はね僕のチャンネルは基本的にあんまいけないとは思うんですけども、まあ、そういったことでぜひね皆さんに本物をねちゃんと買っていただきたいなと思います。偽物は法律違反ですしね、いいことはありませんのでね、この法律違反してるような顔のやつが言ってるんやからね、皆さん気をつけてくださいということで、まあ、バック系になっておりました。これもマンティスなんですけどもね、まあ、マンティスちょっと新しくなってるからちょっと待ってください。また買ったらレビューしますんで、そんなことで、最後はねマウンテンパーカーに行きたいなと思います。で僕の動画よく見ていただいてる方からしたら、中綿にカッパフーディーっていうジャケットもあったやんとか、あとジャケットでゼータっていう SL っていうやつあったやんって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、その通りでございます。もう僕今ありません。なぜかというと昨年ですね、僕のカメラマンのふーちゃんが釣りが趣味なんですね。で釣り行くのに防水ジャケット持ってないんですよ。ほなもうこれ廃盤やからあげるわって言ってね、あげたんですよカッパフーディーね。で今年の春になったらゼータ SL またじゃあレビューしようと思ったら、今回また廃盤になって次このベータジャケットが出てきたんですよ。もうほんなんゼータ持ってる意味ないからあげるわ言ってねあげたんですけど、そういったことでもうないです。だから別に打ったとかじゃなくて開けちゃったんでねもうないんですけども、そのゼータジャケットっていう一番アークティリクスで人気あったやつの後継モデルがこのベータジャケットっていうジャケットになっておりますね。だからアークティリクスで一番ベースのやつ欲しいなと思ったらもうこれです。でもっとハイスペックなやつ欲しいと思ったらまたありますだけど、一旦まあベースなんかの感じが欲しい、一番誰が持ってても満足できるジャケットが欲しいっていうと、このベータジャケットが一番満足できる仕様という風になっております。ただ僕前やるやる言うてやってないけども、ここの止水ジッパー新しくなって開け閉めめっちゃしやすくなったのはいいんやけども、水が入ってくるんで困ってますなんて言ってることあったんですけどもね、これちょっとまた検証しないんでわからないんですけど、もし検証してる方がいらっしゃればねぜひ教えてください。そしてこの隣にあるのは全く同じ、モデルなんですけど、ビームス別注のね、ウルトラマンモデルになっております。さっきのバッグとかも派手なやつはビームス別注なんですけど、このベータジャケットはねほんまにオールシーズン使えるんですよ。もう春夏秋冬全く関係なく、真冬と真夏だけ無理、それ以外は全部いけるっていうことなんで、持ってはる方ね非常に多いんですけども、これちょっと派手ですけどね、めちゃくちゃ派手やなという印象ありますけども、これをね私服で着てはる方がいらっしゃったらね、どういう風に合わせてるのかちょっと見てみたいなと思うのでね、もしいらっしゃればねぜひ教えてください、見せてください。ではこういう合わせしたらいいんやなとかね思いますので、僕今のところこれを着て出かけたことは今のところないんですよ。だからどうやって合わせていいかわからないということなんで、僕に教えてください、よろしくお願いいたします。それでね最後にね、僕から皆さんにお伝えしておきたいなっていうことがね、アークテリクスを買う上でアークテリクス三種の神器っていうのがあるんですよ。これ
これは僕が勝手に命名しております。アークテリクス三種の神器、これは季節関係ないです。何かというと、まず一つ目っていうのが、途中紹介したこのマカ2、マンティス2、このこれに関してはもう三種の神器なんですかって言ったら、昔は冷蔵庫とか電子レンジとか洗濯機とか言ったけど、そんなことよりもマカ2は鳥、マンティスは持っといてくださいっていうぐらい、アークテリクスではまず一番最初に価格的にも安いから買いやすいと。でそれで、あ、アークやるやん、結構ええやんと思ったらですね、次に行く場所っていうのがこちら、さっき来たばっかりのベータジャケット。これに関しても値段5万円ぐらいするから、そこそこするやんと思うかもしれんけど、毎日着れて5万5000円やったら安い。だって5年で換算してくださいよ、1年あたり1万円と思ったら、1万円のジャケット買ってそれが毎日着れんやったら、もうめちゃくちゃ安い、ほぼただやんと思ってね、思っていただけると思えると思いますし、あと最後っていうのが、もうその上でさらにもうちょっと冬場だけちょっとバージョン教えてよって言われたら、これあのアトム系列、これアトム AR も ALT もいろいろあるから、またそれはそれで動画出しますけども、一旦ねこういう風に覚えておいてください。まずはマンティス2のちっちゃいバッグで様子見ていきましょう、牽制していきましょうと。で、お、なかなか使えるじゃんってなってきたら、次はこのベータジャケットでね、アークテリクスにどっぷり使ってください。そして最後アトム AR まで行って時には、もう家中にアークテリクスが増えております。もういろんなものを買い出すから、リュックとかも買い出すからね、あれなんやけども、まあ、僕個人的にはね、他のブランドでも買えないと思うのはこの3つです。この3つに関しては他のブランドで売ってないので、他のブランドよりいいのがないというか、これが最強にいいというか。ただリュックとかに関してはまだいいやつあるんですよ。でパンツとかもね、他にいいとこあったりするから、まあ、この3つはアークテリクスの中でも三種の神器というふうに覚えていただければね、いいかなと思います。だからこれ僕勝手に言ってるだけやから、アークテリクスの店舗行ってね、すいません、三種の神器買わせてもらってもいいですかなんて言っても、誰も知りません、何の話してるんですかって言われるから、アークテリクスさんは知らんけども、僕が勝手に言ってるだけですので、まあ、今後ねアークテリクス買ってみたいとか、ちょっと挑戦してみたいなっていう方がいらっしゃればね、まずはこのあたり三種の神器を抑えた後にサーミーパーカー行ったりとか、いろいろしましょうよ、ビームスベッチュしましょうよということでね、まずはこんな感じであれば、まあ失敗はないでしょうということで、本日はですね、アークテリクスの人気アイテムをご紹介してみたというふうになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。